97年に最初出して、はいはい、すごい評判になったんですよ、リスリン出したおかげで。で98年は発売の年なんですけど、メタルギアソリッドの発売、まあ、あのコナミブースが、はい、まあ、ほぼメインがメタルギアソリッドだったんで、まあ、あのプレイアブルを置いて、はい、プロモーションを出し、PV を出してっていう、まあ、これは、まあ、うちのスタッフですけど、コスプレイヤーとかレイブン、バルカンレイブン、はい、こういう感じで結構大きく使うんですね。もう場所ですか？そもそもですけど、物も、はい、そして2000年、はい、ということで、これ MGS2 の、前年の時です、うん、あ、ごめんなさい、はい、そうかな、あ、そうですね、はい、で、はい、PV を流したところ、このぐらいの人だかりが毎時間、1時間に1回公開してたんですけど、はい、これ上から見てるんですけど、まあ始まると人が集まってきて、まあ、こうイベント祭りみたいなもんですよ。当時はネットで PV とか見れなかったんで、この会場に行って自分の目で見るしかなかったんで、1時間に1回始まるとこういうふうになるんですよ。で、何回も見たい人はその場で寝転んでずっと朝から晩までいたずっといると、はい、これ発売年です。2001年でこちらも新しい PV で、まあ、これはこういうなんか何時のこうみんな座って見るっていうのが、はい、うんうん、風習というか、真剣ですね、はい、みんな顔がビデオ撮ってる。おで、まあ、PV と、これはまあ発売年だったんでプレイアブルの、うん、まあ、歌手エリアもあります、はい、コナミマークが古いですよそうなんですよ、これ申し訳ないですけど日本語版を出してたんです。で2003年は、スネークイーターのティザーの時と、まあ、ツインスネークスも出しましたね。こちらもすごいですね、まあ、こういう祭りみたいになってわーもう拍手が、はい、まあ、この頃もやっぱり会場じゃないと見れなかったんですよ、まあ、ネットは発達してましたけど、その現地に行って見るってことが何よりも、そうですね、はい、で口コミで広がるっていう、うん、で2004年はこちらは、MGS3 の発売の年なんで、ね、PV だけじゃなくてプレイアブルですね、はい、チキも用意して、でこのジャングルっぽい、はい、セットを組んで、まあ、遊んでもらうんですけど、ジャングルにしたおかげで台数が減ってるとプレイアブルがかなり減ってしまいましたという、まあ、あまり効率よくない、プレイステーション2の時代ですね。大体でもね、 PV はこのぐらいまでですね、うん、これ以降はネットでもう見れるようになったんで完璧だって、うん、はい、で、こちら2006年なんで、これはあれかな、4の最初のトレーラー、最初じゃないかな、2回目かな、はい、制作発表というか、いや開発、はい、なんだか、最初は TDS で出したんでこれ2回目かな、はい、まあ、こんな感じで、この頃はですね、これ、これはプレヒビーとかで出たカンファレンスですけど、1回 PV がやっぱりネットで見れるんで、はい、こういう、展示方法はなくなりつつあったんですけど、うん、HD になって、うん、やっぱりその頃は今みたいに、うん、あのネットが早くなかったんで、やっぱり会場に行ってみるっていう綺麗な映像で、はい、2009年これハードメーカーの、カンファレンスに出て、そこで発表するっていう、うんうんうん、MS さんですね、こちらはソニーさん、平井さんですけど、はい、2009年なんで、スネー、あ、これ、ね、ピースウォーカーと、まあ、ライジングかな、うんうん、メタルギアソリッドライジングですかね、旧ライジングですね、はい、でこれはコナミのカンファレンスです、このようにあのハードメーカーのカンファレンスとか、はい、ソフトメーカーのカンファレンスがいろんなところでやってるんで、うんうんうん、どこに行くかっていうのを決めるのが非常に難しいんですよちょっと離れてるんで、これはコナミのカンファレンスですけど、一日中やってるんですよね、はい、これとか英語で言わなかったんですよ、はい、これライジン、ちょっと昔のライジンですね、うん、はい、で12年近づいてきました、2010年は、ライジングライジングとメタルギアライジン、はい、とです、ね、まあ、ゾーイの HD コレクションとか、
まあ、これビータの HD コレクションですね。こちらも私有と、あ、これもブースが、これはそうですね、あのライジング風に作り込んだ、はい、まあ、海外の人が作るとこういう感じになるという、うんうんうん、どういう感じになる大きいですね、はい、でもそうなんですよ。で、これが去年ですね。これレガシーコレクションですけど、いろいろ、はい、まあ、これ賞がそのままノミネートされるのを壁に貼っていくっていう、だからここでどんだけ盛り上がるかっていうのが、はい、そのソフトの価値になるんですよ。これ去年ですね。ペインので、まあ、ちょっと前の映像とは違ってそんなに人いないじゃないですか、はい、これ何でかというともうネットで見れるからです、うん、ネットでもスマホでも見れるんで iPad でも見れるんで、まあ、ここで見る必要もないということで、はい、そしてこれは今年と、はい、2014年はどうなる、はい、どうなる